ッツゴー。いつもとちゃうもん。めっちゃ辛そうやもん。綺麗。めっちゃ綺麗やん。めっちゃ、めっちゃ太ももにくる。めっちゃ山綺麗やん。アイコモかな、天井か。あ、すごっ。あ、めちゃめちゃ軽いやん。何これ。はい、ノーマル。景色が綺麗です。これは南アルプスかな。そっちか、あ、そっちや、こっちや。おぉ、そやな。ね、グラベル怖っ。行きます。はい、いってらっしゃい。コースから外れてますってなったけど。あれ違った、違ったわ。多分ね、もうちょっとロードの方、えなんか違ったな。うん、どこでもいい、どっか右曲がればいい。ジュラシックパーク。閉めない。よっ。よいしょ。おかな、もう行けるか。わー、きれい。きれい。なに。
やん、ここ。では、ハンモック休憩のポイント、城跡に到着したので、今からハンモックを張ろうと思います。では行きましょう。Simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce solo di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no.No conoceremos que es que no. Si no nos lo notificas, el silencio. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Lo caíste si mota? Chao, ne, mi-chan.
です、おそらく奥がカイコマだと思われます。カイコマ畑です普通にゴールすると40キロ行かなかったのでちょっと遠回りして帰ります。あと400メートルコースから離れていますね、今41.3 キロ。いやー、走ったな。走りました、無事クランプさんに戻ってきました。今回はちょっと最後遠回りしたので 41.3 キロと前回の約倍の距離を走ってきました。ですね、今回も天気に恵まれて南アルプスも中央アルプスもとても綺麗に見えていて気持ちよく走ることができました。車で来るよりも自転車で来る方がその土地をしっかり感じることができるの、でよりその場所の良さが分かるような気がします。でこれから今からですねコーヒーをいただいてアイスクリームを食べて、で今ちょうどですねクランプさんの10周年記念でセールもやってるそうなので、まあ、なんかゲットして帰ろうと思います。まあ、自転車は登山と全然違うスポーツですけどとても気持ちいいので皆さんもおすすめですまた、チャリップしに行きたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。またねー。